定刻になりましたので、本日の H3 ロケット4号機打ち上げ前ブリーフィングを開始いたします。本日の司会を務めます JAXA 広報部、岸と申します。よろしくお願いいたします。本日の記者ブリーフィングですが、種子島宇宙センター竹崎展望台4階記者会見室と、オンライン会議 WebEX のハイブリッド開催となります。ブリーフィングの模様は JAXA YouTube 公式チャンネル、JAXA チャンネルで一般ライブ放送を行っております。ライブ配信は、録画し終了後同じくJAXA チャンネルの方で視聴可能となりますので、事後でも、ご確認いただければと思います。では本日のブリーフィングですけれども、流れについて簡単にご説明いたします。前半だいたい10分から15分ぐらいで、H3 ロケット4号機打ち上げに向けた準備状況について、ご説明させていただきまして、その後、記者の皆様からの質疑応答をお受けする、流れとなります。続きまして、本日の配布資料になりますが、3種類ございます。アジェンダ、14時発表のプレスリリース、説明資料が1種類となります。参加登録いただいている記者の皆様は、事前にご案内しましたプレスサイトからダウンロードをお願いいたします。よろしくお願いいたします。では本日の登壇者2名紹介いたします。まず画面向かって右側、JAXA H3 プロジェクトチームプロジェクトマネージャー有田誠。JAXA H3 プロジェクトチームの有田でございます。本日はよろしくお願いいたします。はい、続きまして画面向かって左側、三菱重工業株式会社、宇宙事業部 H3 プロジェクトマネージャー、志村浩二様。三菱重工の H3 プロジェクトの志村と申します。よろしくお願いいたします。はい、では早速、状況についてのご説明開始したいと思います。では有田プロマネよろしくお願いいたします。はい、有田でございます。それでは説明を始めさせていただきます。まず最初に、お手元に、記者発表資料ということで、プレスリリースの方ご準備しておりますので、まずそちらの方からご説明いたします。 H3 ロケット4号機による X バンド防衛通信衛星きらめき3号の打ち上げ延期ということでございます。JAXA は種子島宇宙センターから H3 ロケット4号機による X バンド防衛通信衛星きらめき3号の打ち上げを2024年10月30日に予定しておりましたが、打ち上げ当日の天候の悪化が予想されるため打ち上げを延期することにいたしました。なお新たな打ち上げ日につきましては決定し次第お知らせいたしますということで、残念ながら天候の悪化により延期ということにさせていただきたいと思います。また天候の件につきましては資料の中でご説明したいと思います。それではお手元に、あると思いますが横書きの資料に沿ってご説明してまいりたいと思います。ちょっと先ほど10分から15分とありましたが、練習では20分ちょっとかかっておりますのでご容赦いただければと思います。よろしくお願いいたします。それでは表紙めくっていただきまして、1ページ目、ミッションの概要でございます。ロケット及びペイロードの名称ですが、ロケットにつきましては H3 ロケット4号機でございます。携帯は H322S というもので、下のアスタリスクにございますけれども、LE9 が2機、固体ロケットブースターが2本、そして短いショートフェアリングといった機体形態となってございます。そしてペイロードですけれども、X バンド防衛通信衛星きらめき3号を搭載いたします。次に飛行計画です。 H3 ロケットとしては初となる静止トランスファー軌道 GTO への衛星投入を行います。そして衛星分離後に将来のロングコーストミッション、ロングコースト GTO ミッション、こちらを見据えたデータ取得を行う予定にしております。そしてこれは3号機と同じでございますけれども、1段エンジンの燃焼フェーズにおきましてスロットリングを、エンジンの推力を絞りますスロットリングを行います。次のページお願いします。
1号機から3号機までと4号機の比較ですけれども、3号機との違いはこのペイロードをXバンド防衛通信衛星きらめき3号を搭載するということ以外は変更ございません。次のページお願いします。4号機の準備状況についてご説明いたします。2024年の7月30日に一段機体を種子島の方に搬入いたしました。その後8月7日8日に第1弾第2弾という具合に車座の方に取り付けております。そして SRB3 2本を8月20日21日に1段の両脇に結合いたしました。左下の写真がこの状態で組み立てを完了したロケットの機体でございます。その後 H2A ロケット49号機の打ち上げを挟みまして、それが終わった後推進系電気系等の機能点検に入りまして、搭載衛星と衛星搭載部ですね、パフと呼んでますが、これを結合いたしまして、フェアリングに収めるということまで行っております、ことを行っております。次のページお願いします。そしてその状態の衛星を搭載した状態のフェアリングを2段機体の上に乗せる衛星フェアリング VOS というのを10月19日に実施いたしました。そして10月21日には最終機能点検を行いまして、昨日までリハーサルと RF システム点検、電気系のシステム点検ですね、電波系ですね、こちらの方を行って、ここまで良好に完了しているという状況にございます。でこの後の予定としてはアーミング、クローズアウト、そして機体移動、打ち上げという順番で進めていく予定にしております。次でお願いします。10月22日に、HL ロケット4号機の打ち上げ、打ち上げ日の再設定というのを行わせていただきましたけれども、その際に原因となりました第2弾エンジンのバルブ閉鎖動時間規定外れ事象というのがその原因になりましたけれども、それについて説明させていただきます。事象というところですけれども、射場でのロケットの機能点検におきまして、第2弾エンジン LE5B3 ですけれども、この燃焼室冷却バルブと CCV というふうに呼んでおりますバルブの作動時間が一時的に規定を超過する事象というのが発生しました。左下の図をご覧いただきますと、右側の燃料と書いてあるところから燃料である液体水素が入ってまいります。その直下にある三角といいますか、ロート状をした部品が液体水素のターボポンプでございますが、それから左に管が伸びてまして、その先で2つに分岐しているのがご覧いただけるかと思いますが、まっすぐ行くラインがメインのライン、下に行っているラインが、燃焼室を冷却するための液体水素のラインということになりまして、その途中にございますのが CCV です。燃焼室に流入する液体水素のコントロールをするためのバルブということになります。で、この CCV というのが右側にございますように、エンジン右側のグラフみたいなのがございますけれども、通常の作業というところに書いてございます、エンジンの領収燃焼試験、それから工場での機能点検の段階では規定値を満足する作動時間だったのですけれども、種子島に持ち込んで最初の機能点検におきまして、このオレンジの規定値を超えるという事象が発見されました。その後の機能点検の状態でもまだ規定値が外れていたんですけれども、トラブルシュートを行っていく中で機能点検を繰り返しているうちに規定値内に回復して、この事象が回復したというのが事象でございます。で、私どもとしてはこれはやはり一時的とはいえ異常があったということで、これは原因を調査する必要があるということで、
このバルブ周りの点検を実施いたしました。その結果、原因というところに進みますけれども、CCV を駆動するためのヘリウムガスの系統内の継ぎ手に使われておりますシール部から発生した微粒子が、バルブ駆動を制御するための PNP、これはニューマティックパッケージというものですけれども、この中の電磁ペンで集積して、その作動に一時的に影響を与えたものというふうに特定しております。もう少し詳しく申し上げますと、この左側の図、系統図の中で、CCV から右側に緑の線が出ているのをご覧いただけるかと思うんですけれども、その先に PNP というのがございます。で、この PNP というのは、電磁面がいくつか連なったような部品でございまして、その一つの電磁面から管が伸びておりまして、ヘリウムを供給する配管でございますが、これが CCV の方に伸びて、で CCV を駆動したガスが、もう一本線があるように見えると思いますが、そこを通って PNP に戻ってくるという、そういった仕組みでございます。でこの緑の細い線の中にある継ぎ手ですね、配管ですので、どうしても つなぎ目があるんですけれども、このつなぎ目、継ぎ手の部分に使用しているシールですね、こちらの方から微粒子が発生してしまって、それが PNP に到達して、 PNP の中の電磁弁の動きに影響を与えたというふうに特定をいたしております。これの対策といたしましては、この原因となった部品、つまりそのシールの部分、それからその影響を受けた可能性のある部品、つまり CCV などですけれども、こういった部品を交換しました。また類似の箇所がございましたので、その他のこの PNP からつながっている他の系統も確認したところ、やはりこの微粒子が見出されるものがバルブがございましたので、それらにつきまして交換をすると、合わせて CCV の他にも交換すると、こういった、それから CCV につながっているこの緑の供給ラインですね、ヘリウムの供給ライン、こういったものも交換しました。そして PNP 自体も交換をするということを実施しました。それからその水平展開として、この機体の方にも同じような継ぎ手を使っている箇所がございましたので、こちらの方は点検いたしました。その結果、こちらの方は問題ないということが確認できております。これら一連の作業を10月25日までに実施して、こちらの方完了して、今は打ち上げに向けて準備が整っている状態ということになっております。次のページお願いします。こちらが打ち上げ当日 L1L0 の使用スケジュールでございます。今回ですね、だいぶ3号機までで特に機体に推進薬を充填するというプロセス、こちらの方がだいぶ安定してまいりましたので、打ち上げの準備、 L-1 の前日の準備作業から打ち上げまでの時間、これを1時間ほど短縮いたしました。つまり L-1 打ち上げ前日の午後9時ですね、こちらから機体の移動のための準備を開始いたしまして、夜中の1時に機体を VAB から LP に移動いたします。そして推進薬充填の準備を行いまして、右側に書いてございます朝の7時ごろ第2回合の合判断というのを行いまして、ここで3キロ圏内の総員退避ができる状況であること、それから機体が推進薬を充填できる準備が整っているということを確認して、機体に推進薬を充填していくということを始めます。機体への充填、それから機体の機能点検が十分に進んで、このターミナルカウントダウンというところがそれですけれども、これに持っている4時間の予備時間というのはそのままなんですけれども、ここで問題なく機体の準備ができているということが確認できましたら、
打ち上げの X-60分頃に第3回の GO NO GO 判断を行って、最後のターミナルカウントダウンに入ります。そして、15時46分の X0 を迎えると、そういったスケジュールになってございます。次のページお願いします。次はカウントダウンシーケンスでございまして、 X-10 分頃に最終 GO NO GO 判断を行った後、 X-480 秒から秒読みを開始すると。このあたり、ここから先は従来と変わっておりません。で、唯一変わっている点がございまして、右側に行っていただいた X-33 秒の時点でフレームデフレクター冷却開始というのがございますが、これは3号機までは実は X-53 秒でございました。でこれは下のアスタリスクにございますけれども、この4号機からですね、ブローダウン方式の注水設備というのに変更いたしました。これ次のページで詳しくご説明いたしますけれども、このためにこのタイミングを見直したというところでございます。他のシーケンスについては3号機までと同じになっております。次のページお願いします。8ページ目で今申し上げました注水設備の変更につきましてご説明いたします。内容としましてはフレームデフレクターですね、これ右の図にございますけれども、ロケットを横から見たような小さい図ですけれども、ロケットのから高温高圧の燃焼ガスが噴出しているわけですけれども、これを受け止めて水平方向あるいは上方向に流してやるためのロケットの噴流の方向を変えるための耐火コンクリートの壁でございまして、これをフレームデフレクターと呼んでおります。ただロケットの燃焼ガスの温度は非常に高いので、耐火コンクリートといえどもガスを冷却してあげないとやられてしまうものですから、ここに大量の水をかけてやってデフレクターを保護するというための注水設備でございますが、これを送り込むための仕組みを従来のガスタービンポンプからブローダウン方式というものに変更したというものです。で3号機まではこれは H2A でもずっと H2AB で使ってきましたけれども、ガスタービンポンプというものを使っておりました。ジェットエンジンと同じような仕組みで動くガスタービンエンジン、これでポンプを動かして水を送り込むということをやっておりました。でこれは非常に性能としては優れているんですけれども、機械としては結構複雑なもので、過去不具合が起きたこともあったりしました。で4号機以降はこれを右の図にあり、真ん中の図にありますように水のタンクを GN2 窒素ガスでこう押してやることで、いわゆるガス押し式で加圧してやってですね、この水を送り込むという仕組みで、基本的にはバルブが開きさえすれば水が流れていくという極めてシンプルな形で、運用の確実化を図るというためにこれを導入しました。ただガスタービンポンプ方式よりもこのタンクの大きさによって流せる水の量が決まってしまうと、水の量がちょっと減ってしまっているというところもあるものですから、このタンクの容量の制約のため注水開始を20秒ほど後ろ倒ししたというものでございます。右側に注水タンクの写真を設けております、載せておりますけれども、発射台のすぐ横にこのタンクがあるという状況でございます。続きまして9ページ目ですけれども、最初に申し上げましたが、ロングコースト GTO ミッションを見据えたデータ取得といったものを今回行う予定でございます。この衛星を分離した後に第2弾機体は完成飛行するわけですけれども、この間に推進系ですね、液体水素や液体酸素を搭載した状態のタンクやら配管あるいはエンジン、こういったものの中がどういう状況になっているかということを調べるためのデータを取得いたします。で遠地点がもう3万6000キロに近いような軌道にも入っておりますので、
地上との通信距離が長くなりますので、最初のところで携帯に変更はありませんと申し上げましたけど、非常に細かいところではありますけれども、機体に配電アンテナ、利得の高いアンテナを搭載するということを今回やってございます。でこのロングコースト GTO ミッションというのが何かというところなんですけれども、右の図にございますように、右の上の図ですけれども、一般的な GTO ミッションですと、ロケットはこの緑の線で示しております、いわゆる GTO ですね、静止トランスファー軌道に入れるということが通常の GTO ミッションでのロケットの役割なんですけれども、これは種子島から打ち上げる場合には、この図にもありますけれども、種子島の緯度と同じ軌道傾斜角が 28.5 度になってしまうという特性がございます。でもし打ち上げ場が赤道直下にある場合には、これが0度になるということで、静止軌道というのは必ずこの軌道傾斜角を0度にしないといけないというところで、これを従来は衛星側でですね、近地点を引き上げるのと同時に、この軌道傾斜角を0度にするという軌道変換を衛星の方にやっていただいていました。そのために、衛星が消費しなければならない燃料が多かったというのが従来、この3号機もそうなんですけれども、そういった打ち上げの方式を取っておりました。でこれをなんとか緩和して、衛星の消費する燃料を減らして、衛星の寿命を延ばしてやるということができると、よりお客さんに優しい、ロケットになれるということで、その代わりロケットが、下の図にありますように、この緑の軌道が円地点に達したところまでロケットはずっと生かしておいて、この一番遠くになったところで、2段エンジンを再着火、3回目の燃焼をさせてやって、この赤っぽい色の軌道に入れてやるということによって、軌道傾斜角を、この絵では20度と書いておりますが、いろんな角度がございますけれども、要は傾斜角を減らしてやる、と同時に近地点も上げてやる、こういった、従来は衛星側にやっていただいていた軌道変換の一部をロケット側が担うということで、より衛星に優しいロケットになることを目指しているということで、このロケットが遠いところまで飛んでいかなくちゃいけないということになりますので、この間ロケットがどのような状態になっているかというデータを取得するというのが今回の目的でございます。次のページが今口頭で申し上げたことを動画で示しております。上側が通常の GTO ミッション、下側がロングコースト GTO ミッションということで、3度目のロケットの噴射の後、衛星を分離するといったやり方になるということをこの動画で示しております。次お願いします。こちらが主要な打ち上げ制約条件というところで、中身としては3号機までと変わっていないんですけれども、今回ちょっと明確にするためにですね、1号機以来あった制約なんですけれども、ちょっと書き漏らしてたに近いんですけれども、書いてなかったことが一つございます。飛行安全系射場系のところの真ん中あたりに書いてある運転コードというところで、実はすいません、運転の定の字が間違っておりまして、低いという字ではなくて底という字が正しいです。要は雲の一番底という意味は一番下のところということですね。一番低いところの雲の高度という意味です。この高度が450メートルより高いことというのが制約になっております。ロケットを直視した状態で、その上の450メートルより低いところに雲が垂れ込めてないということが条件になっているということでございます。続きまして気象の状況についてご報告いたします。これ見ていただきますと、打ち上げ予定の10月30日が雷のマーク、それから強風のマーク、こういったものがついている状況です。雷が来るぞという情報がありますと、ロケットの作業を中断しないといけないと、安全上中断しないといけないということがあること、それから、強風が吹きますと、ロケットの
移動ですとか発射にも影響が出てくるという可能性があることなんですが、実は今回延期を決めた一番の要因はですね、ここにはちょっとないんですけれども、先ほどの制約条件の中にございましたロケット系の雷と、ちょっと前のページ、はい、ロケット系の雷という欄で、飛行中において機体が空中放電を受けない、雷を受けないということが制約になってございます。つまり雷を発生させるような空気の層、まあ、雲が飛行経路上にないということが条件になるんですけれども、30日のこの予想を見ますと、この雷を発生させる可能性のある、いわゆる氷結層というものがかなりの厚さで発生する可能性が極めて高いということが分かりました。ということで30日はこの氷結層をが発生する可能性が非常に高いということで、残念ながら打ち上げについては見送ることとさせていただきました。で、この後もちょっと、天気があまり、ご覧いただけるようにいただきますように、31日もあまり天気が良くないと、1日も雷の予報があると、雨や雷の予報があるといったところがございますので、今日の段階では新たな打ち上げ日については設定することができませんでしたので、こちらにつきましては決まり次第皆様にお知らせ、させていただきたいというふうに考えてございます。次、最後のページで、4号機でも打ち上げの特設サイトをホームページ上に設けますので、ぜひご覧いただければと思います。はい、私からのご報告以上でございます。はい、ありがとうございました。それでは、これからですね、記者の皆様からのご質問をお受けしたいと思います。まず記者会見室の皆様からのご質問をお受けいたしまして、その後にオンラインウェブ EX で参加いただいている記者の皆様のご質問をお受けいたします。ウェブ EX で参加いただいている皆様ですが、ウェブ EX のチャット欄ですね、そちらの方にご所属とお名前、あと誰宛ての質問かを書き込んでください。書き込みの順番で司会の方から指名いたします。質問そのものを書き込む必要はありませんので、よろしくお願いいたします。ただパソコンの調子が悪く書き込みができない、音声は通じるよということもあり得るかと思いますので、その場合はWebEX の方のご案内したときにまた発声いただけると助かります。で、記者会見室で質問を受けている間もですね、チャットの方に書き込みをいただければ お願いしたいと思います。順番に応じていきたいと思います。それでは、まず、種子島の記者会見室から、ご質問を受けいたします。ご質問ある方は挙手をお願いいたします。はい、では一番後ろの方ですね。MBC 南日本放送の藤本と申します。どちらかにお聞きしたいんですけども、まずですね、今回の打ち上げ延期になりましたけども、今回の延期、それから H2A の延期、世界での宇宙輸送ビジネスが激化する中で、衛星の受注に遅れを取る可能性などについてですね、どのようにお考えでしょうか。はい、そうしましたら受注のことです。MHI の志村からお答えします。確かにやはり少しでも早くですね、打ち上げることが衛星さんにとっては望ましいわけですけれども、天候による延期というのは、49号機少し長かったですけれども、数日の範囲ということで、それを焦るよりはですね、やはり無事衛星を打ち上げるということが衛星さんにとって期待されてますので、早いに越したことはないと思いますけれども、受注に対してこれがネックになるというものでは直接的にはないと今は考えています。ありがとうございます。はい、続いて記者会見室からのご質問をある方は挙手願います。はい、では真ん中の方お願いいたします。
すみません、読売新聞の加藤と言います。よろしくお願いします。ロングコースト GTO ミッションについて伺いたいんですけれども、まずこちら先ほどちょっと説明いただいたと思うんですけど、衛星を分離した後に今回の4号機ではそのデータの取得をされるということだと思うんですが、ここで取得したデータというのはどういうふうにその、まあ、次のというか、まあ、実際のミッションに生かされるのかということと、まあ、これが行えることによって商業受注にとってどういうような役割を果たすのかをちょっと改めて伺ってもよろしいでしょうか。はい、ではどういうデータを取るのかについて私の方からご説明します。先ほどもちょっとだけ申し上げましたけれども、やはり3回目の燃焼を行うというのがこのロングコースト GTO ミッションの、まあ、一番のまあ、チャレンジというか一番大事なポイントになります。で、エンジンに着火できる状態にあるかどうかというのはそのタンクの中の燃料や液体酸素、こういったものがどういう状態にあるのかというのがとても大事な情報になります。ですのでタンクだけではなくてその途中の配管も含めてですね、こういったところの温度や圧力、こういったものがこの長時間のもう数時間5時間ぐらいあるんですけれども、この長時間宇宙空間で太陽にこう直接照らされるような環境、それから高真空の状況、こういった状況でロケットの中が一体どういう変化を受けていくのかということを実際の解析はいろいろやってるんですけれど、実際の宇宙空間でどうなるかというデータを取ってみて、その解析の確からしさ、こういったものを確認していくということで、この飛ばし方をですね、実は ETS-9 の技術衛星、技術試験衛星9型の打ち上げの時にはこのやり方を取ろうと思ってますので、これももうそんなに遠くない将来に考えておりますので、それを確実に仕上げるという意味で今回のデータ取得は非常に重要なものだというふうに考えているところです。はい、衛星受注については MHI の方から多少補足させていただきます。これは非常に重要なデータを取れるということで、我々としてもすごくありがたいことだと思っています。説明の中でございました通り、より静止軌道に近いところまでロケット側を運びますので、衛星側が静止軌道に入れるまでの燃料を、まあ、節約できるということで、まあ、そういうメリットがあるということと、最近では電気推進の衛星さん増えてきてまして、より一層軌道に上がるまで時間がかかったりするものですから、まあ、そういった意味でも大きな効果がございます。具体的には H2A でも同じようなチャレンジをしてまして、29号機でカナダのテレサットという会社さんから衛星受注したときにこのような飛ばし方をして受注した実績もございますので、まあ、非常に貴重なデータというふうに考えています。追加で言っていいですか。すみません、こちらの世界のロケット、まあ、ではこういったことは当たり前に行われているようなものなのか、それともやっぱりその H3 がそのなんていうんですか、まあその、まあ、衛星の、まあ、に応じたカスタマイズをすることとしてのなんか特徴を打ち出そうとしているのかっていうところも少し伺っていいですか。はい、世界にもこういうことができるロケットはいくつかございます。よく分かりやすいのはですね、先ほど例に出たヨーロッパのアリアンなんかは赤道から打ち上げますので、あまりこういったことを使わなくてもより静止軌道に近いところというメリットはございます。逆にロシアのロケットは緯度が高いものですから、より静止軌道に遠いということで、ロシアのロケットなんかはこういう技術はもうかなり頻繁に使ってます。といったことで世界でいくつかのロケットがこういう技術は持ってます。日本も緯度が30度ぐらいからの打ち上げですので、まあ、こういう技術は非常に重要ということになります。はい、ありがとうございます。続いて会見室から、ご質問をお受けします。はい、では一番前の方ですね。
フリーランスの鳥島です。よろしくお願いいたします。商業打ち上げの話なので志村様にお伺いするのがいいかと思うんですけれども、先ほどお話しあったように、その商業今回の打ち上げで成功すれば、その商業打ち上げに非常に大きく弾みがつくというところだと思いますが、一方でその、特に静止衛星の商業市場に関しては、需要が若干減ってきているという現状ですとか、かつてはその大型化していくトレンドがあった一方で、今小型の静止衛星というのも出てきているという、こういう市場が変化している中で、静止衛星の市場というのは今後その H3 が打ち上げていくこの10年20年の中でどのようにその変化していくとお考えなのかというところと、そのお考えを踏まえて、どのようにその市場で H3 を戦わせていくというお考えなのか伺えればと思います。はい、市場のことについてはですね、まず静止衛星ミッションはおっしゃる通り、今この瞬間は減り気味ですね。低軌道で、スペース X 社がスターリンクをたくさん上げているような使い方も出てきて、今のこの断面で見ると減り気味なんですけれども、これがなくなるかというと、これはまだわからないことですけれども、そうではないかなと思っておりまして、静止軌道と低軌道、その他の軌道を組み合わせたような、そういう世界が今後広がっていく可能性は十分にあると思っています。ですので今回の技術を手に入れることは十分に意義があるというふうに考えています。でこれ以外にも、先ほどもおっしゃった通り、低軌道に割と小さい衛星を、たくさん巻く、コンステレーションといいますけれども、そういったことも、今かなり世の中で行われてますので、H3 としてもそういった対応についてもですね、JAXA さんとも連携して進める計画検討を今進めているところでございます。わかりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。あと1問、まず会見からお受けして、その後 WebEX に行きたいと思います。ではどうですか。はい、共同通信の水石と申します。ロングコーストのデータを取るということと同時に、GTO に上げるということ自体も今回が初めてかと思うんですけれども、その初めて静止トランスファー軌道に上げるというのと、あとは成功すれば3回連続ということで、この、次の機関ロケットとしてどういった位置づけの打ち上げになるとお考えでしょうか。はい、おっしゃる通り、H3 もともといわゆる政府の衛星を打ち上げるための太陽道軌道への打ち上げ、それからこの民間の商業衛星打ち上げを主たるミッションとする GTO への打ち上げ、これを大きな2本の柱として開発を立ち上げました。いろいろ今先ほどありましたように市場の変化等はございますけれども、やはりこの2つの種類の軌道への打ち上げというのが柱になるという大きなところは変わってないかなというふうに思っています。ですのでこの H3 の開発の中でこの GTO 打ち上げに2号機3号機からの連続成功という形でこの GTO 打ち上げに成功するというのは、もうまさに H3 ロケットの一つの仕上げという意味で非常に重要なミッションだというふうに考えているところです。はい、よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。では、続いて WebEX からご質問いただきます。今書き込みの方が5名の方からいただいてます。まず一番最初、産経新聞伊藤様お願いいたします。産経新聞伊藤様、音声大丈夫でしょうか。はい、産経新聞の伊藤です。ご説明どうもありがとうございました。今回3度目の延期ということですが、2度目の延期についての原因についてお尋ねしたいんですけれども、バルブの値が、本来、想定されている、基準を、から外れる、状態になっていたと。で、この現象自体は、後からその、繰り返すうちに、
解消されたということなんですけれども、これ自体、きちんと事前に発見されてよかったわけなんですけれども、もし、この、基準を超えた状態のまま、解消されないまま打ち上げられた場合、何が起きていた可能性があるのかと、つまり正常な飛行に影響を与えるものだったのか、どうだったのか、先ほど、有田さん、異常という言葉をお使いになったので、それを踏まえて、どの程度の軽微な異常だったのか、あるいは、あのまま上げてたら、まずかった異常だったのか、そのあたり教えていただけないでしょうか。はい、伊藤さん、ありがとうございます。今回の事象は解消はしていたんですけれども、私どもとしてはやはり同じようなことが起きるとその程度が悪くならない保証はないかなというところもあって、万全を期して、この対策を打ってまいりました。で、一方ご質問のあったこの事象がじゃあフライトの時に起きたらどうだったのかということにつきましては、これは実は結果的に申し上げるとミッションへの影響はなかったというふうに考えています。と言いますのも、この CCV というのはもともとメインバルブが閉まった後でですね、ゆっくりと閉まっていく燃焼室を急激にこう冷やす冷却のための液体水素が急になくなってしまうと燃焼室がやはり熱くなってしまうので、ゆっくり閉じてこの冷却の水素が急になくならないようなそういうシーケンスにしております。ですので多少遅れ時間が長くなっても直接的には影響はなかったではないかなというふうに考えています。ただやはりじゃあこの規定は何なんだということにもなりますが、これはやはり正常な動作という意味ではあるこの基準を設けておりましたので、異常というふうに判断して対策を打ったというものでございます。お答えになってますでしょうか。なるほど。つまり、安全のために相当基準を厳しめにしていらして、で、それに、該当したから、さらに万全を期した対策を取ったと、こういうことでございますね。だから安全飛行には影響はまずなかったろうけれど、より万全を期したということですね。はい、ご理解の通りです。なるほど、わかりました。で、すみません、もう一個週間予定、週間気象予想を拝見しますと、3日4日はもう雷マーク取れてますよね。ちょっと強風マークが残ってるようですけれども、で、2日が、やはり雷が伊予半まで ありますから、機体移動を考えると、3日の、打ち上げは難しいんだろうなというのはなんとなく素人で、想像するんですが、4日あたりっていうのはこれやっぱりまだ、あまりいい条件ではないというか、打ち上げには適さない条件になってしまうんでしょうか。はい、実はですね、今私たち悩ませているものの一つが台風21号がございまして、これ今、はい、今の状況としては大陸の方、西の方に進んでいるという状況なんですけれども、11月1日ぐらいに、これが日本の方に向いて進路を変える可能性が予測されています。で、この動きがですね、この11月1日以降の気象に、影響を与える可能性があってですね、1日以降の予報の精度が必ずしも安定していないという状況でございまして、今2日に打てるのか3日に打てるのか4日に打てるのか、このあたりについては私どもとしても見通しがはっきりした見通しが立っていないというのが現状でございます。なるほど、いろいろお大変なんだと思います。打ち上げ成功をお祈りします。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、では続いてウェーブ EX から、NHK 平田様、有田プロマネ宛てのご質問になりますね。では平田さん、お願いいたします。NHK の記者の平田と申します。
今回のシーケンスについて伺いたいんですけれども、今資料を見てますと、スロットリングのところに参考でシーケンスが書いてあるんです。これがいわゆる4号機のシーケンスと思っていいのか、あくまでこれ参考はスロットリングの説明用のシーケンスなのかっていうのを教えていただけますでしょうか。また衛星分離が、ちょっと衛星の性質上難しいところもあるかもしれないんですけども、大体こう、心持ちとしてどれぐらいと思っておけばいいのかも教えてください。はい、ご質問ありがとうございます。17ページをご覧になってのご質問ということでよろしかったでしょうか。そうですね、いわゆるシーケンスっぽい絵が描かれているのがこの17ページぐらいだったかなと思って、はい、これをそもそも参考にしていいのかっていうところも含めてお願いします。はい、これは GTO に向けての一般的な例という形でお示しして、おるものでございますが、3号機につきましては、おおむねこういった飛び方をするというふうに考えていただいて結構かと思います。4号機についてですね。はい、あと、衛星分離の時間なんですけど、衛星分離の時間なんですけども、はい、衛星の性質上ちょっと難しいかもしれないんですが、大体どれぐらいと思っておけばいいかっていう、私たちの心持ちというか、も含めてちょっと教えていただけると嬉しいです。申し訳ありません。ちょっとここの具体的なシーケンスについてはちょっとお答えできない状況でございます。わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。続いて WebEX、JST サイエンスポータルの草加様ですね、これも有田プロマネ宛てになります。では草加さんお願いいたします。 JST サイエンスポータルの草加です。有田様宛てというふうに書きましたけれども、内容的にちょっと志村さんにもお答えいただくことになるかもしれません。私の質問もですね、ロングコスト GTO ミッションを見据えたデータ取得というところなんですが、私が質問しようとしていた前半はですね、もうすでに別の方の質問のお答えで志村さんからお話しいただきました。H2A でかつてテレサット社の衛星打ち上げた時のロングコストですね、あれの、同じことのデータ取得をされようとされているということだと思います。ですから、当時高度化 H2A という言い方をされていたので、それと同じことを H3 でもやろう、言うなれば高度化 H3、高度化 H3 という言い方されてないかもしれませんけど、いわば高度化 H3 のためのデータ取得をしようということでよろしいかということですね。実際、あまり高度化 H3 というふうにはおっしゃってないという理解でよろしいでしょうか。はい、その通りで、H3 の場合には、高度化というのを宇宙開発利用部会でもご説明させていただきましたけれども、さらに最終的には2段の強化といったようなことで、考えておりますけれども、このロングコースト GTO への対応につきましては、もう当初から H3 の機能として織り込もうとしておるものですので、H2A の時には高度化として新たに取り組んだわけですけれども、当然もう H3 ではそれはもう最初から織り込んで開発をしているというふうにご理解いただければと思います。なるほど。ですから H3 の時は最初から織り込み済みだから、わざわざ高度化とは言わないけれどもということですね。ここはい、その通りです。ました。あとすみません、それからこれ実際データ今回は取得ですけれども、実際の H3 の打ち上げでこのペイロードを積んでのロングコストの実際これをやられるご予定とかっていうのは今のところおっしゃれるかどうか。三菱重工さんすでに外国顧客の通信衛星とかの受注もされていますけれども、今現在直近でどこで実際にこれをやられようとされているかということの予定なり見込みなりおっしゃれることがあれば教えてください。以上です。はい、こちらにつきましては先ほども少し申し上げましたけれども、技術試験衛星旧型 ETS9 の打ち上げで、こちらの軌道を今想定しておるところです。ちょっと時期についてはまだ決まっておりませんけれども、ETS9 で、この軌道を適用しようと考えております。すみません、ETS9 で初実証ということで、すみません、はい、失礼いたしました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、では続いて WebEX4 問目ですね、朝日新聞の佐々木様、これも有田プロマネ宛てのご質問をいただいております。佐々木様お願いいたします。
朝日新聞の佐々木です。ご説明ありがとうございました。有田さんに少し勉強不足で恐縮なんですけれども、静止衛星の打ち上げが今回H3 としては初めてということで、まあ、静止衛星自体は H2A では何度も打ち上げていて、まあ、それ自体がそんなに難しいことではないというのは理解しているんですけれども、例えばですね、3号機の時の第1、4号の打ち上げと比べて、その GTO への投入っていうところで、何か、高度であったりとか、その衛星に与える速度であったりとか、何か違いがあるのかどうかというのを教えてください。はい、ご質問ありがとうございます。2号機や3号機でもですね、いわゆる、あの時には逆方向に噴射をするということで、減速のための第2弾の着火というのはやっておりました。つまりデブリ化防止のためのですね、リエントリー、コントロールリエントリーのための再着火というのをやっておりましたけれども、主ミッションが終わった後の状況ですので、残った燃料が非常に少ない状態での再着火ということを実施しておりました。一方、GTO ミッションにおいては同じく再着火をするんですけれども、ここの第2回の燃焼で、先ほど の緑の軌道ですね、静止トランスファー軌道という長楕円 の円地点3万6000キロに到達するような長楕円軌道に入れるということで、ここで非常に大きな速度を出すということになります。このために残液量を十分に確保した状態で、2段の燃料がたくさん残っている状態で2段エンジンに着火をするということになります。まあ、この再着火すること自体は同じなんですけれども、ロケットの状態はかなり違うというところで、このところは釣りとしては初めて臨むということになります。基本的におっしゃったように、地勢まででも十分実績のあるところですので、まあ、私どもとしては自信持ってこれに臨めるというふうに考えておりますけれども、まあ、事実としては H3 で初めて、やることにはなるのは確かでございます。お答えになってますでしょうか。わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。今回の衛星の投入高度は衛星の資料上で言えないかもしれないですけれども、第1号とか4号と比べて高度自体はそれほど大きな変更、分離する高度自体はですね、それほど大きな違いはないのでしょうか。おっしゃる通り、詳細なコードは申し上げることができないんですけれども、GTO ということですので、いわゆる静止軌道に接しているような軌道である必要があるんですね。一方、第一のような、ごめんなさい、ですからその円地点は、まあ、静止軌道の3万6000キロに接するような軌道だということで、円地点が非常に高い、長楕円の軌道になっています。それが今回の4号機の軌道です。一方、2号機3号機で打ち上げました第一の軌道は太陽度軌道で、地球の南北を回って、なおかつ高度としては 4,500 キロといった、ごめんなさい違ったかな、そうですね、4,500 キロの、はい、軌道ということで、高度としてはかなり低い軌道ということになります。お答えになってますでしょうか。すいません、質問の仕方が下手で申し訳ないんですけど、GTO の場合も近地点の軌道としては数百キロっていうところかと思うんですけれども、今回だからGTO に投入するから、普段よりも衛星を分離する高度がかなり高いとか、そういうわけではない。それはおっしゃる通りですね。今回はロングコースト GTO ではありませんので、衛星分離高度としてはそんなに3万6000キロとかそういうところではございませんので、そんなに高いということではございませんけれども、その時の速度はだいぶ違っているという認識でございます。わかりました。どうもありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。では続いて、WebEX からですね、京都通信7位様お願いいたします。有田プロマネ宛てのご質問いただいております。
すみません、共同通信の七井です。どうもご説明ありがとうございました。先ほどですね、別の方からちょっと H3 の高度化の話が出たかと思います。ちょっと、先の話にはなってしまうとは思うんですけれども、高度化についてちょっと質問をさせてください。国の議論の方でもですね、そのロケットの性能を柔軟に見直して、最新化していくっていう、そのブロックアップグレードっていう考え方が、示されたっていうのをちょっと拝見したんですけれども、もちろんその柔軟にその時々判断するっていうことなんで、まだ明確にお話しするのちょっと難しい段階だとは思うんですけれども、改めてですね、今後その方向性ですよね、これがどんなものになるのかっていうのと、現場でどう取り組みたいかっていう、有田さんの意気込みの部分ちょっと聞かせてもらえればと思います。よろしくお願いします。はい、ご質問ありがとうございます。今、現段階としては高度化は3段階を考えてございまして、第1段階では、先ほどもちょっとお話ありましたけれども、衛星の需要のトレンドが変わってきているということに、やはり柔軟に対応していく必要があるということで、例えばコンステレーションへの対応能力を増やすといったような、要は、お客さんを向いた側の改良をしていくというのが第一段階です。で、第二段階としてはこのロケットの信頼性やコスト、こういったところの課題があれば、こういったところを改善していくということ。第三段階、最終段階としては、先ほどもちょろっと申し上げましたけれども、この H3 ロケットの能力をですね、さらに高めて、よりお客様の需要に応えていくといったこと、具体的に言うと第二段ロケットを強化をして、H3 ロケット全体の能力を上げていくと、こういったことに取り組みたいというふうに考えています。で、取り組みについてはですね、まさにこれは H3 はよく全プロマネの岡田が言っておりましたけど、式年遷宮ということで20年に一度の大開発ということでやったんですけれども、それですと本当に人材がもう引き継ぎができるもう最後のチャンスみたいな感じで、ヒヤヒヤしながらやっていたというところがあったんですけれども、それではさすがにいかんだろうというのが今回よく分かりました。ということで、ブロックアップグレードという手法を取りながら、開発を続けていくということで、この H3 ロケットを磨き続けるということで、その技術力を JAXA もそれから三菱重工さんはじめメーカーの皆さんも技術力を維持していくということが、それを続けていくというためにこの高度化というのを打ち出していっているという側面がございます。で、私としてはこれをやはりもう自らが牽引するというよりはですね、若い人たちにもう自ら先頭に立ってもらって前に進めていくというような形で進めて、いけたらなというふうに思っております。志村さん、補足ありますか？気持ちとしては全く同じ気持ちで、JAXA さんに声もかけていただいて、我が社もですね、なるべく若い人にですね、新しいロケットの経験をしてもらうようにということで進めております。ありがとうございました。その中でですね、まさにロケットの能力を高めるというふうなお話もあったんですけれども、あと2段の評価というのもあったんですが、その30形態とかですね、その1段の方のその LE9 のタイプ2とかも、そのブロックアップグレードのその一環というふうな認識で言って良いものでしょうか？それももっとその手前の段階にあるというものなんでしょうか？はい。第1弾エンジンの LE9 につきましては、今はタイプ 1A という、暫定的なエンジンで、今、この H3 の最後の仕上げとしては、先ほどおっしゃっていただいた30形態の実現と、それから、LE9 を最終的な仕様に目標の性能まで仕上げるという、この2つは、実は H3 ロケット本体のプロジェクトの大きな課題、使命だと思ってまして、ここは高度化の前に私の責任で仕上げないといけない範囲だというふうに考えております。お答えになってますでしょうか？大丈夫、承知しました。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。WebEX の方でですね、もう一問書き込み、時事通信神田様からいただいておりますが、一度記者会見室の方に戻りたいと思います。
その後にまたもう一度 WebEX に戻りますので、神田さん以外でご質問ある方はチャットに書き込みをお願いいたします。では記者会見室からご質問を受けしますので挙手いただければと思います。2度目です。すみません。共同通信の水石と申します。ロングコースト GTO のところでちょっと2点伺いたいんですけれど、今まで のプレスキットとかのいろんなところに書いていただいている仕様の中で、デルタ V がなるべく小さくなるようなところに大きいものを運べるように、開発したっていうことがあったと思うんですけど、それとこのロングコーストっていうのがどういう関係なのか、全く別の話なのかっていうのが一つと、あと先ほどの大きい図の中で、今回の普通のというか今回の、GTO に上げるのとロングコーストの場合とって、図のどの部分でこのロケットとしてのミッション完了っていうふうになるのかを教えていただきたいです。はい、今最初にいただいたデルタ V をできるだけ衛星側のデルタ V をできるだけ小さくするということはS3 の当初から目標として、捉えていたことで、このまさにロングコースト GTO が、できるようにするという、先ほどもう S3 には最初から織り込んでおりましたといった話の通り、まさにこの S3 の中でやろうとしていた一つの大きな目標です。でお答えになってますでしょうか。はい。それからこのどこで分離するのかという話だったと思いますけれども、こちらの図でお示ししますように上側の9ページ目の図ですね。9ページで、通常の GTO ですとこの緑の軌道に入れた、直後、つまりこれはここに書いてあります、衛星分離という非常にまだ地球に近いところですね、高度としては先ほどもご質問ありましたけど、高度としてはあまり高くない状態でここで衛星を分離してロケットとしては役目を終えます。で一方、下の図がロングコースト GTO ですけれども、この場合は、ロケットを緑の軌道に入った後、遠地点付近で、再々着火をして赤い軌道まで、投入した後で、分離をすると、左側に衛星分離と書いてありますけど、このように地球の近くで分離をするのが従来の GTO 上側の図ですけれども、下ロングコーストになりますと下側の図の通り地球から遠く離れた3万6千キロに近いところまで、衛星を運んでいって、そこで分離をするという違いがございます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。では会場からご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。じゃあ1問目の方を先に、じゃあ後ろの方お願いします。NBS の金子です。打ち上げ時間についてちょっとお伺いしたいんですけれども、打ち上げ時間延期されるごとに数分ずつウィンドウが後ろにずれていっているようなんですけれども、この後ちょっと台風とかでずれるような形になると1日あたりどれぐらい後ろにずれていくのかっていうのが分かれば教えてください。ちょっとはっきり覚えてないですけど1日あたりというかですね2日ぐらいでしたっけ、2日に、1分ぐらい遅れていくっていうぐらいの大体イメージだったと思います。で、その日々のウィンドウもここで書いてある17時30分というのは打ち上げ期間の最後の日の最後のクローズする時間ですので、毎日のウィンドウというのはそれより手前に来てますので、そこも合わせてずれると思います。そうすると実際は、そんなに後ろ長くはないっていう感じなんですか。そうですね、10時半まではないです。ただ数分っていうウィンドウではなくて結構長いけれども、はい、後ろは そこまで。そうですね、日々 のウィンドウが SSO 地球間大地とかですと5分ぐらいしかなかったのが、今回は1時間以上ございますので、その点では余裕がございます。
それが、2日で1分ぐらいずつ後ろにずれていくというイメージですね。わかりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、続いて会場から、はい、では一番前の方お願いします。2回目で恐縮です。フリーランスの鳥島です。ロングコストに関してちょっとお伺いしたいんですが、H2A でもロングコストをやられて、実際にやられた時ですね、実際にでも使われたのが29号機くらいで、あまりその他の静止衛星だと通常の GTO の方に打ち上げられたと思うんですが、これが H3 でロングコストができるとなると、例えばそもそもの打ち上げ能力が底上げされているので、ロングコストでもこう十分に重い衛星を飛ばせるから、こうロングコーストで打つのがデフォルトになっていくのか、それともロングコーストをやる場合、衛星ぶりまで長いとかそういうデメリットの方があるので、それがデフォルトになっても通常の GTO を選ぶお客さんというのはある程度いるのか、そのあたりその H3 での通常の GTO とロングコースト GTO でどれぐらいの割合になっていくのかというあたりの、もし見積もりというかがあれば伺えればと思います。その件はですね、お客さんの衛星さんの方の、衛星の作り方にもよって決まってきますので、ロケット側の都合でどうのこうのというのはなかなかちょっと難しい面があります。衛星さんの、作り方としてはタンクの大きさはだいたいやっぱりバスとしては決まっていて、それにどのぐらいのミッション機器を乗せたいかというのでだいたい重量が決まります。でそれとロケットの組み合わせをしたときに、遠くまで運んだ方が得なのか、それや近くでやった方がいいのかというのは、ロケットと衛星の組み合わせでどちらがいいというのは変わるものですので、一義的にどっちになりそうとかそういうものではなく、ちょっと相談によって決めていくということになると思います。実は H2A の、 そのロングコースの話があったときに、当時まだスペース X というのは ほとんど活躍しなくて、アリアンがデルタ V 1500メートルパーセコンドで主流なので、そっちの衛星が世界的にこう主流だから H2A もそれに合わせてっていう話だったんですけども、その市場の変化とかを踏まえてですね、どっちが多くなりそうとか、そうい う, こう予測というのはされていらっしゃいますでしょうか。難しいですね、非常に。スペース X は確かにあまりロングコースト やらないんですね。でいずれただ非常に価格が安いので、遠くまで運べるとかどうこう言う前にですね、価格としてやはり非常に優位性を保っているというところがあるんじゃないかなと思います。で、H3 がそれに対して何でお客さんに対してアピールするかっていうものの一つとして、そういう打ち方もできますっていうメニューを準備できるっていうことが我々にとっては、大きな利点かなというふうに思ってます。わかりました。すみません、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。では続いて、会場から、ご質問ある方は挙手願います。はい、では真ん中の方ですね。すみません、2問目なので失礼します。ちょっと一応お伺いしたいんですけれども、今回の一応成功の定義について伺いたいんですが、今回は衛星を分離したところまでで成功というんで、きらめき3号自体は自身の推進剤というか、それで静止軌道まで行くというような認識で、そちらの方については特段その成功に含めてないというような認識になるんでしょうか。データ評価が含まれないか、含むかどうかというご質問でよろしかった。すみません、ごめんなさい、失礼しました。はい、ロケットのミッションとしては、GTO に、投入して衛星を分離するところ、までがロケットのミッションですので、ロケットとしてはそこまでで成功かどうかというのを判断いたします。はい、ありがとうございます。会場の方なければ一度 WebEX に戻りたいと思います。大丈夫ですか。はい、ではお待たせいたしました。WebEX の方で書き込みいただいております時事通信神田様お願いいたします。有田さん宛ての、ご質問いただいております。時事通信の神田ですが、聞こえておりますでしょうか。聞こえてますでしょうか。大丈夫です、すみません。ロングコストの観点なんですけれども、
メインミッションはその衛星の分離までということなんですが、ロングコーストをやった時 そのデータ取得ということで、やはりその実際にその噴射はしないまでも数時間そのロケットを飛ばしてその熱収支とかそういったものを見るので、そのデータ取得はかなりの時間がかかるという理解でよろしいでしょうか。はい、ご理解の通りで数時間かかります。それとH2A の高度化の時には、この高度化するボードから上げる機体に対して、例えばその予冷の方法を変えるとかですね、バッテリーを増やすとかですね、いろいろその高度化の機体に対してこうオプションじゃないですけど何かつけてたんですが、そのあたり H3 の方も高度化で上げるっていう時には、先ほど言ったようなアンテナもそうですけれども、何か追加でつけなきゃいけないようなものがあるのか、それともそのうちのいくつかはもうすでに高度化を視野にしてつけているというか、特にそこで改良しなくていいようなものもあるんでしょうか。はい、ご質問ありがとうございます。当初ですね、 H3 はこの、ロングコーストを標準仕様と しようかという考えもあった時期もあるんですけれども、やはり需要の動向、それから、コストの関連も踏まえて、総合的に考えて、やはりロングコースト GTO に必要なものはその時に追加するというような考え方に変えた部分がございます。ただ例えば今おっしゃったような電池みたいなものは十分な容量を常に確保しておって、特別に追加するというようなことはございませんけれども、一部の機器についてはロングコーストのために専用に追加する必要があるというものがございます。あと最後に一回だけ延期の原因になった次手のそのシール部の微粒子なんですけれども、これは製造工程で一定程度もうやむを得ず出てきてしまうようなものなのか、それとも今回何かその製造上のその品質管理上の問題があって、たまたまこれが見つけられたというものなのか、これはどちらなんでしょう。はい、このような事象というのはあまりこれまで経験したことがないというものでございまして、このあたりの原因についてはまだ今現在調査中という状況です。わかりました、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。今 WebEX あと1問書き込みをいただいております。他に書き、WebEX でご質問ある方書き込みいただければと思いますが、1、2問ぐらいはお受けできるかと思います。もしなければ、これをもって、WebEX のご質問締め切りたいと思いますので、2名ぐらい今いらっしゃいましたら書き込みお願いいたします。ではその前に、NHK 平田様お願いいたします。NHK の平田です。聞こえてますでしょうか。私もさっきの質問に関連してロングコストのことで伺いたいんですけども、今回4号機のデータ取得が数時間ってことだったんですけど、だいたいロングコストの場合再着火までだいたい、まあどれぐらいの時間、だいたいでいいんですけども、参考までに教えていただけますでしょうか。というのと、あと今回4号機データ取得数時間終わった後、2段としてはもう一回戻ってできてっていうところで、より2段の行方をちょっと伺いたいなっていうところです。はい、ご質問ありがとうございます。ですね、だいたい4、5時間ですね。この長楕円の GTO 自体の周期がだいたい9時間とかそういったレベルですので、その半周分ですので 4、5 時間がこの延地点までに、到達するのにかかる時間とご理解いただければいいかと思います。で、今回はこの緑の GTO に入れるわけですけれども、この2段第2段ロケットはこの緑の軌道をしばらくは周回をするということになります。お答えになってますでしょうか。ありがとうございます、はい、あとすいません、天気のことでちょっと何度でも恐縮なんですけれども、ツイッター事故がなかなか見えないということだったんですが、仮に今のその出ている天気予報の場合だと、ちょっと
周標を見てもちょっと厳しいかなと思って見ていたんですが、まあ、今の場合のデータで見るといかがか教えていただけますか。そうですね、非常に難しいご質問ですね。どこもいろいろ三角がついて、おりますけれども、まあ、今のこの状況ですと、なんとか、3日とかそういったところは希望を見出したいなという感じかなと思いますけれど、ちょっとこの辺りはこの好転が前倒しになる可能性もゼロではないと思いたいところもございますので、この辺は注視し、明日以降も注視してまいりたいと思います。わかりました、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ウェブ EX の方、他の方の書き込み今なさそうですので、ウェブ EX でのご質問の受付はこれで終了とさせていただきます。ありがとうございます。では最後に会場の方もしあれば、挙手お願いいたします。よろしいでしょうか。大丈夫ですか。あ、はい、では一番後ろの方お願いいたします。NVS の金子です。ですね、今回の延期の原因だと、その電磁弁についてちょっとお伺いしたかったんですけど、電磁弁に、その微粒子が付着したことによって、そのヘリウムの明日の立ち上がりがなんかまあ影響を受けて、その動作が緩慢になったっていうのが、そういう理解でよろしいですか。そうですね、このニューマティックパッケージの中にある電磁弁の、まあ、一部といいますか、動く部分にこの微粒子が集積したまってしまって、この動きを阻害してしまった、影響を与えてしまったというふうに考えています。で、それで作動時間の規定外というのがあって、その動作が緩慢になったという、そういう理解で。はい、おっしゃる通りで、この電磁弁の動きが緩慢になって、駆動するヘリウムの実際には抜けが悪くなったというふうに考えてまして、そのために閉鎖動が遅れたというふうに考えてございます。わかりました。どうもありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。では会場の、皆さん、ご質問なければ、これで終了とさせていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。じゃあ最後に一問、はい、お願いいたします。何度もすみません、MBC の藤本です。もう皆さんも聞かれてて改めてになるんですけども、今回の打ち上げに対する意気込みをですね、最後お願いします。はい、ありがとうございます。とにかく3号機の時も申し上げましたように、連続成功があるのみだというふうに思ってます。それから初めての GTO をに向けて、この H3 ロケットを飛ばすということで、何としても成功させたいと思います。そして実は今回防衛省さんの衛星に乗っていただくわけですけれども、実は私ども失敗してしまった1号機には、第一3号ですね、こちらには実は防衛装備庁さん の, センサーが一緒に搭載されておりまして、まあ、この失敗に伴ってこのセンサーも宇宙空間に届けることができなかったという非常に苦い、大変申し訳ないことでありました。ですので今回は防衛省さんのミッションをしっかり仕上げさせていただいて、その時の、接触を晴らしたいとに、まあ、それでそのセンサーが返ってくるわけではないところではありますけれども、なんとか接触を果たしたいというふうに考えて、おるところです。はい、私も同じような感じではありますけれども、今日話が出ました通り、GTO っていうのは機体としてそう大きな変更はないですし、シーケンスもそれほど新しいことがあるわけではないんですけども、やっぱりロケットっていうのは新しいことをやるっていうのは一つの大きなチャレンジですので、非常に緊張感を持って臨んでいるというのと、まあ、H3 がこれでまた一つ新しい一歩を踏み出すということで、まあ、期待感もございます。そういった打ち上げで防衛省さんの重要な衛星さんを打ち上げますので、なんとか無事に軌道に送り届けたいと、そういうふうに思っております。はい、ありがとうございました。
では以上の質問をもちまして、質疑応答の方を終了させていただきます。たくさんのご質問をいただきまして誠にありがとうございました。これをもちまして本日の記者ブリーフィングおよび YouTube のライブ配信終了とさせていただきます。ご参加いただきました皆様、また YouTube ご視聴いただきました皆様、誠にどうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。配信の方も終了いたしました。ではですね、登壇者これをもちまして退出させていただきます。どうもありがとうございました。